万点倍地上で培養され、コロニーを形成したカビカビとは、菌類の一部の姿を指す言葉である。あるいはそれに似た様子に見える、肉眼的に観察される、微生物の集落の俗称でもある。カビによって、分解と脱水が進む、果物カビという言葉は、狭い意味で用いれば、古実体を形成しない、四条菌の姿を持つ、つまり、菌子からなる体を持つ菌類のことである。 これに相当するのは、接合菌類、それに、死能菌と、短死菌の分成子世代のものである。これらは、きれいに培養すれば、綿毛状の菌糸からなる円形のコロニーを形成し、その表面に、多量の胞子を形成する。サビ菌などの植物寄生菌もこの範疇に入る。ただし、植物表面に菌糸が出てこない場合、肉眼的にはカビを認めがたい。 また、死の菌などの中でごく小さい古実体を作るものは、カビの名で呼ばれる例がある。しかし、そのような姿を持つ微生物一般のコロニーを見た場合、それを指してカビということも多い。特に菌類の菌主体の作創したものを指す。従って、日常的にキノコと俗称される大型の古実体を持つ菌類でも、その栄養体である菌主体だけが死認された場合、 カビと認識される。また、菌死体を生じない菌類である酵母であっても、蜜で表面が粉状の集落を形成する場合、これもカビと認識されることがある。なお、水中に生育する糸状の菌類的生物も水カビなどと称される。最近まで菌類と考えられていたのでカビのような名で呼ばれている。これらの生物は生活の方はカビに似るが、現在では、 その大部分は、菌類ではないものと考えられている。また、カビという言葉が小型の菌類の名称として使われた。ことから、ツボカビやフクロカビなど、菌種を形成しないものにもその名が使われる。菌類以外にも、変形菌や玉こりカビなどのように一部の原生生物には、カビという名称が付けられている。このように、カビを生物学的に定義することは難しいが、 ここでは、応用微生物学的検知から、菌類のうち、キノコと認識される、小実体を形成するものと酵母を除いたものについて、以下に詳述する。カビは、菌脂と呼ばれる糸状の細胞からなり、胞子によって増殖する。生活空間では梅雨、台風の季節など、湿気の多い時期、場所に、例えば食物、衣類、浴槽の壁などの表面に発生する。多くの場合、 その発生物の劣化や腐敗を起こし、あるいは独特の周期を嫌われ、カビ臭いなどと言われる。人によっては食中毒やアレルギーの原因となることもある。カビの除去剤は多く存在するが、それ自体も刺激臭を放ちやや危険なものが多い。その一方で発酵食品や薬品を作るのに重要な役割を果たすものもある。カビというのは、 複数の分類項目にまたがる菌類の属称であり、様々な生活様式を持ったカビが存在している。例えば、カビとして、一般的なクモノスカビは、菌類の一つである、接合菌門に属する。空中を漂っている胞子が、腐敗した植物などを湿った有機物の表面に触れると発芽し、菌子のネットワークを形成する。また、菌子の表面から酵素を分泌することで、 有機物を分解し、栄養を吸収している。接合菌紋の特徴は、2種類の繁殖様式を持っていることである。無数の胞子を持ったコブ状の胞子脳を、菌子の先端に形成し、そこから胞子を放出するという単性生殖とともに、両親となる2つの菌子が融合し、接合胞子を形成するという有性生殖も行う。新菌病である、うどんこ病に罹患した植物、 蒸気のように人間の生活空間にも様々なところでカビは出現する。放っておけば食品はカビる。その主な原因は青カビ、麹カビ、毛カビ、クモノスカビといったものである。ヨーロッパでは赤パンカビもここに顔を出す。これらは人為的な環境に素早く出現する、いわば雑草のようなカビである。壁のシミは往々にしてクラドスポリウムである。 人間の生活との関わりでは作物に寄生する植物病原菌の影響は大きい。人に寄生するカビは多くなくほとんどは偶発的なものであるが白線菌のように人に病気を起こすものもある。しかし実際には自然界の方がはるかに多くのカビが存在する。地表や土壌では多くの不完全菌がキノコの菌糸とともに枯葉の分解を行っており、それはまた 不正食物連鎖の土台を構成する。また生きた植物に寄生して病気を起こすカビも数多い。野生の植物にも様々な寄生菌が生じる。動物質の分解は種として細菌の仕事であり、菌類にこれに関与するものは少ない。稀に大型動物主体の周辺にトムライカビ類などが大量に出現するが、これは細菌類か線虫類に関係を持つものらしい。 昆虫など、小型動物には、ハエカビクサレケカビなど特に決まった種類のカビが、関係を持って出現する例が多々ある。淡水中では、菌類ではないものの、卵菌類が、水カビと呼ばれ、動物質を含む、腐りやすい有機物界によく綿毛状のコロニーを作る。菌類では、変わり水カビなどもあるが、水カビ類ほどは普通でない。水中の落葉落脂には、 水性不完全菌が繁殖するが、これも目にはつきにくい。海中では、カビはあまり知られていない。材木などから、若干の水性不完全菌様のカビが知られる。ブルーチーズの一種、スキルトン。主にペナシリアムロックフォルティによる熟成。カビが分泌する酵素による作用は、様々な食品に用いられている。主な作用としては、が挙げられる。チーズでは、青カビを用いた。 ロックフォール、ゴルゴンゾーラなどのブルーチーズが有名である。また、ブリーやカマンベールに利用されるものは、一般的に白カビと呼ばれるが、生物学的にはすべて青カビ属である。日本古来の発酵食品では、日本酒、焼酎、醤油、味噌などが、日本麹カビを穀物では利用し、繁殖させた麹を用いて、醸造を行う。鰹節では、 脱水目的でカビ付けを行う。なお、納豆は発酵に納豆菌を用いるが、納豆菌は細菌の一種であり、カビではない。一部のカビは人体に対し有毒な毒素を生成する。カビの生産する毒を総称して、マイコトキシンと呼ぶ。カビはキノコほどは妙が与えられていない。せいぜい代表的なものに対して、属の単位で与えられているだけである。 名前そのものも、青カビや黒カビなど、見かけの色だけでつけたような雑なものが多く、黒カビなどはどれを指すのかすら怪しい。例外的に麹カビは、発酵産業などで使用されることから、いくつかの区別された名前を持つが、標準和名とは認識されていないかもしれない。接合金類に関しては、第二次大戦以前には各族に和名を与えようとしたようだが、 その後の分類体系の変化のために無効化している例もある。それ以降は新たな和名を与えようとした例は少ない。水道水への不満としてカビ臭が取り上げられることがあるが、これはカビに起因する臭さではなく、貯水地等に反応する卵巣類や放線菌が産出するに、メチ類ソボロネオールなどの成分による。カビ対策マニュアル基礎編文部科学賞味に講演。 食べ物のカビの世界神奈川県衛生研究所アスペルギルス感染症北大病院感染対策マニュアル第5版、北海道大学病院2015年7月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年4月25日閲覧稲瀬直彦過敏性肺炎の最近の動向日本内科学会雑誌第105巻第6号日本内科学会 2016年991から996ページ、土井10.2169、内科105.991、美味しい水を考える、海、水道水と匂いの話 P90 技報道出版。ありがとうございます。